じゃあ田村さん、はい、今日2日目2回戦準々決勝の相手が第2シード、はい、そして去年対戦した相手らしいですけど、そうですね、決勝で対戦した、決勝で対戦した去年は、はいはい、どんな印象がある選手ですか、対戦相手。すごいストロークがこう丁寧にしっかりと粘り強くなりしてくる相手っていうイメージなんで、はい、こっちもちょっと焦らないようにしていかなきゃいけないなっていう感じですね、はい、ガンガンストロークでやってくる相手だと思うので、2回戦準々決勝に向けて頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。
よーい。
はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。振り返っていただくといかがですか。田村さんとは去年の、この大会 ITF 名古屋でその時は決勝戦だったんですけれども、サーブとフォアハンドがすごくて、その時はもう全然ダメダメだったんですけれども、その後に沖縄の方でもまたやりまして、まあそこではなんとかちょっと食らいついていけたかなっていう状態で、で今回3度目の正直ということで頑張ったんですが、惜しくも負けてしまったんですけれども、内容としては、すごく自分の中でも充実してますし、まあ、田村さんに勝つためにやってきましたので、まあ、無駄じゃなかったなと、はい、思います。今回は本当に田村と対戦していて、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。ベスト4進出おめでとうございます。ありがとうございます。試合時間おそらく2時間近くあったんじゃないか。2時間近くやりましたね。ですよね、はい、振り返りはいかがですか。振り返りはまあこの去年もこの試合でやってて、今年かなもう1試合別のところでもやってて、もう何回もやってる相手で、相手がすごいいろいろ考えて対策してきて、それですごいこうやっぱクレーコートの特性も生かしてやってきたんで、めちゃくちゃこうやりづらかったっていうのはありますね。スコア以上に本当になんかもう緊迫したというか、ギリギリの戦いしてた感じですね。序盤から本当に田村さんが 50-40 とかラブ30とかたくさんあって、まあ今大会初のブレイクを許したと、ワンブレイク許しましたけど、でもそれでもやっぱあのキープするところ、あの攻撃的に貫くと思うんですけど、あの辺はいつもどんな心境でプレーしてるんですか。それやるしかないとしか思ってないんで、そこまでこう器用じゃないというか、いろいろ変えてとかは、特にサービスゲームはもう自分のやるべきことをやるっていう感じですかね。あのちょっと僕が言うのもあれですけど、ちょっと田村選手のネットプレーが今日かなり冴え渡っていたかなと思ったんだけど。そうでしたっけ。やっぱり相手がすごくラリーをつなげる感じだったんで、相手のペースにならないようにっていう感じですかね、はいはい、そういうことですね。その意図でやってきました。あと田村さん今日シングルス終わりましたけど、ダブルスも、はいはい、ダブルスも出場するというところで出場させてもらってるんで、はい、ちょっと今回映像的にはシングルスのみですけど、はいはい、ダブルスも頑張ってください。はい、そしてまた明日シングルスも準決勝、はい、よろしくお願いします。